チャオ、あっちゃんです、今日のあっちゃんの、車中でダートタイムは、あれ、どこいたかな、どこいたっけあのね、アイスを買ってんけど、どこいたかわからなくて、入れちゃいました、森永の宇治抹茶、抹茶小豆もなか、北海道産小豆、国産米粉入りもなか、国産米粉入りってことで、ね、ちょっとね、買ってきました、食べましょう、あんこ国産とか、ピンクダメとか、まあ、いろんなものが入ってるけど、米粉で作られた、じゃあ、なんかいただきます。うん、この中に、じゃあね、どうしましょう。
しかった。早く食べたね。溶けんのよ、真ん中やから。もうちょっとゆっくり楽しみたかったけど慌てて食べた、食べたかったな。フランでも行けねえろ。前の車で回れへんのかよ。回れるよ、ぐるっと回すびっくりする。思いっきり左振ってから右曲がってんけど、これでもね、切る角度が浅かったから回りきられへんちょっと笑ってしまうな。まあね、いろんな人が世の中にあるからね、思わず突っ込んでしまった。はい、ということで、ね、もうちょっとだけね、抹茶の後の余ったこの濃い緑茶がうまい。これでもうどこ寄ったかバレバレやね。人足ね、トップバリュー、トップバリューの緑茶、濃いな味、やっぱり美味しいね。緑茶と濃い緑茶を取って悩んでどっちしよっかなと思ってるので、濃い緑茶にして正解かも。濃いわ。あのね、結構みんなね、薄味って言って薄味思考になってきてるでしょ。あれ意外とね、体に良くないらしいね。あの薄味っていうのはあまり良くなくて、濃い味が赤いと叩かれてるけど、濃い味がいいね。味噌汁のしょっぱいなって言われる濃い味噌汁は体にいいしね。減塩って言われるけど、増塩してちょっと小味濃いぐらいの方が体にいいねって、不思議でしょ。これが言われてて、なんだかそういうのになってて、結局世間に出回ってる情報っていうのが結構逆打ちされてることが多いって言われてんねんけど、ほんまにね、何が楽しくて何が間違えてるのかって話しちゃってるんだ。しない。あ、もうなくなった。モスバーガーの前のモスバーガーはなんかできんのかな。めちゃくちゃここ A 土地、一等地よね。24号線と中央幹線の角地やねんけどね。モスがあってんけど、モス潰れちゃって。あ、モス食べたいな。モスバーガー食べたいな。そこ行ったとこにあんねんけど。感じで、ね、できることをねやっていくっていうのがまあいいことやとは思うんやけども、話飛んどるけどね、運転中やからね、意識半分運転に集中しとるんで、やねんけど、まあちょっとね、やりたいことをねこう やっていこうと思いながらもなかなかできてきてないんやけど、ほんまにこれはね言えることやねん。引っ越しタイミングでかなりね、自由に自分でやりたいことやれるようになってきたんで、まだ全然半分もできてないねんけども、やりたいことをやろうっていう気持ちになれてきてね。で、なんていうのかな、模型一つでもそうやねんけど、こんなにね模型2時間使えることってなかったんや、前の家やったらね。で、あとはね、ちょっとこう外向けの方がまだ全然できてない。今日のこの陽気を感じると、もう外向けに行く気になれへん。暑い、そんな感じでね、まあ、できることをどんだけやれるかっていうと、ガーちゃんの今後の未来に関わってくるところも、だからほんまにいいんやけど、
感じ。それはまずい。もなか宇治抹茶の米粉入りのね宇治抹茶もなか美味しかったです。ごちそうさまでしたってことでね。値段ね、値段は170円でした。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのアイスドライブ、ドライブアイス良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してご覧見てくれたら嬉しいです。まだまだ暑いんでね、アイスを食べる動画は続きます。ではね、バイバイ。